戦争させない、救助を壊すな、総がかり行動実行委員会の鎌田聡さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日は晴れて本当に良かったですね。勝利は私たちについているという印です。これは今沖縄では本当に沖縄の人たちが苦しい戦いを強いられています。そして私たちはここにいますけど、本当にじっとしていられない気持ちでいます。去年もこの辺野古に反対する、辺野古建設に反対する集会が3回ありまして、そしてだんだん人数が増えています。今日もまた今年新年の第1回目の集会となっています。私も本当に喜んで、発散してまいりました。この辺野古の問題はどういう問題かと言いますと、私たち人間の感性が問われている人間だと思います。犠牲を沖縄に押し付けて、私たちはのうのうとして暮らせるのかどうか、そういう問題が問われています。私たちは平和、民主主義、自由、人権というふうに言ってますけど、しかしどうでしょうか。安倍首相はその全てを踏みつけている。そしてその徹底的に踏みつけられているのが沖縄です。沖縄にとって私たちは自分たちの身が裂けるような思いで苦しみを共にしなくてはいけない。共に苦しみたい、共に苦しんでいると思います。沖縄の地方主権がなくて、私たちは本当に安閑として生きていけない。沖縄は日米地位協定の犠牲であり、安保条約の日米安保の犠牲であり、さらには今度の戦争法案で最も危険にされている地域であります。沖縄の人たちの苦しみ、例えば私は1975年の沖縄海洋博を取材してますから、あの頃から沖縄がどれだけ苦しみを受けてきたか、あそこの海洋博の本部町の住民たちはほとんど表に駆逐されてしまった。そしてひどい目に遭ってきました。それ以来ずっと日本に金が入る構造になってます。今度は全ての犠牲を沖縄に押し付けて、そしてなおかつ私たちが安閑と暮らさなきゃいけない。こういうふうな関係を何とかして自分たちで断ち切りたい。そして少しでも時間があれば沖縄に行きたい、沖縄で一緒に旗を張る、そういうふうな思いも今日さらに強めて、これからの1年間一緒に戦っていきましょう。頑張っていきましょう。ありがとうございました。頑張りましょう。ただいまの挨拶は鎌田聡さんです。